裏切り者の韓国に対しアメリカが大激怒。アメリカのブルームバーグ通信からの速報です。中国最大手のスマホメーカーファーウェイがこの度発売した最新のスマホ、なんと韓国の半導体メモリーが使用されていることが判明しました。これが事実ならアメリカの経済制裁違反を韓国の半導体企業が犯しているということになります。つまりは裏切り行為ですね。ちなみにその企業とは韓国半導体大手の SK ハイニックスです。中国への半導体規制を強化しているアメリカ、もし韓国の SK ハイニックスが中国に半導体メモリーを横流ししていたのなら、これは大きな問題に進展しそうです。ただ現在はまだ調査中ということですので結論は出せません。まあ韓国ならやりかねないとは思いますが、アメリカが対中国への半導体規制を開始したのは2020年。それまでにファーウェイが備蓄していた半導体メモリーを使ったという可能性があります。その備蓄品を使用して今回新機種のスマホを製造した可能性もあるのではないかとブルームバーグが報じました。アメリカが半導体規制を決めた際の中国やファーウェイの言動からすると、そんな備蓄はないようにも思えるのですが、果たして韓国企業の裏切りは事実なんでしょうか。というわけで今回はこの疑惑の半導体メモリー、実際はどうなのかを深掘りしていきます。それでは行ってみましょう。9月7日、米ブルームバーグ通信は半導体専門調査機関テックインサイツが出した情報を引用し、驚きの配信をしました。ブルームバーグ通信で報道された内容はこちらです。メイト60プロの構成品の大部分が中国国内での現地調達品。しかし、その中に海外企業となる SK ハイニックスのメモリー半導体が発見された。とのことです。中国通信機器最大手のファーウェイが発表した最新スマホメイト60プロ。韓国半導体大手 SK ハイニックスのメモリー半導体が使用されているそうです。メイト60プロは新機種とはいえ、現状の半導体状況ではせいぜい 4G 止まりだと思われていました。しかし発表されたのはなんと最先端の 5G だったのです。これを知ったテックインサイツが早速分析を始めたそうで、そして明らかになったのがメイト60プロには SK ハイニックス社製の LPDDR5 低電力 DRAM や NAND 型フラッシュ製品が搭載されていたという事実です。これが真実なら米国的には韓国は本当に自分たちの味方なのかと疑いたくなる行動です。コロコロ敵味方を変えるような国は信用ならないですからね。ただアメリカから半導体規制の制裁が決定される前の2020年以前に備蓄していた在庫があったようで、その在庫を使用した可能性もあると一応は説明しています。今回名指しされた SK ハイニックスはファーウェイと取引した事実はないと釈明。確固たる方針として米国の輸出規制を徹底的に遵守すると話しています。そしてこの問題については速やかに米商務省の産業安全保障局に申告をし、独自にその経緯を調査しているそうです。ただかつての在庫を使用していたとして、結果このような問題が発生したのは中国との関係を深めてきた韓国自身の責任です。つまり自業自得ってことですね。さてここで言う 5G スマホというのは 5G の通信規格に対応するように作られたスマホのことを言います。つまりこの規格に対応しているチップセットを搭載していなければスマホは使用できません。これまでに市場に出ているスマホに搭載されたチップセットでは4G までの機種にしか対応することができません。今回ファーウェイが発表した新機種はその 5G のスマホとなります。しかし本当にこの新機種は中国国内での調達品と在庫備品のみで作られたのでしょうか。もし十分な在庫を以前から抱えていたのなら 5G の波に乗り遅れることはなかったはず。もっと早い時期にファーウェイも 5G スマホが発表されていてもおかしくないですよね。
前に新機種が発表された時のこと、ファーウェイは確かに 5G を断念しました。なので、そんな在庫を持っていたことには違和感が感じられますよね。こうした違和感をアメリカ議会も感じたのか、調査に入ることになったようです。そして、SK ハイニックス自身でも独自の調査を開始し始めているところです。実は、SK ハイニックスでは、ファーウェイとの取引は一切なく、アメリカの輸出規制を厳守していました。なので、一体何があったのかということを調査し、その後に経緯を報告するとしています。しかし、調査といっても、不利な事実を隠すための準備ではないかと心配になってしまいますね。今回のアメリカの輸出規制、ファーウェイが半導体メモリーを調達することが厳しい状況に追い込まれることは間違いありませんでした。そのため関係者は、ファーウェイが 5G 市場から排除されるのは必然。さらにはスマホ事業そのものからも撤退するのではないか。と噂をしていたようです。ただ、どうして SK ハイニックス側は今回のような事態を把握できなかったのでしょうか？ファーウェイが発表するまでに自社のメモリーが使われているという情報が入っていたのでは？とも思えます。結構、大量の半導体メモリーが使用されているはずで、会社から出る部品の出荷状況を調べればすぐにわかるんです。また、取引相手がどれだけ生産しているのかも判断できます。ですので、何かおかしいと SK ハイニックス側が気づき、声が上がるのは当然のはずです。もし、企業ぐるみでこっそりと取引をしていたのなら、そんな声は出ないでしょうが。または、社員の中から個人でファーウェイに横流ししたことも考えられます。とはいえ、もしそんなことが発覚するようなことがあれば、SK ハイニックス社だけでなく、韓国自体もアメリカから大きな制裁を受ける可能性が強くなりますね。今回のファーウェイの件について、疑問の声がアメリカ政府内からも上がっているそうです。それは、アメリカの対中国用に行った輸出規制は、まだ不十分なのではないかという意見です。強硬派の人たちからは、アメリカは中国に対して全ての半導体技術の輸出を中止するべき、という強い意見が出てきています。ちなみに、米国政府はこの件にこだわる理由があるようです。半導体というものは国家の安全保障に大きく関わっています。つまり、対中国戦略においても最も重要な懸案なんです。今回ファーウェイが発表したスマホは、誰もがもう中国では作ることができないと思っていた 5G 対応の商品。なので、アメリカは半導体専門調査機関テックインサイツに依頼し、この新製品を解体して分析することにしました。そして、その結果、韓国の SK ハイニックスが製造した半導体チップが搭載されたスマホだったということが判明したのです。もし、この件が明るみに出なかったら、最新スマホ Mate 60 Pro は世界の注目を浴びて販売されたことでしょう。今は違う意味で注目を浴びちゃったようですが、実は中国国内にも SK ハイニックスのように半導体の組み立てをする会社はあります。それが SMIC という上海市に本社を置く世界シェアでも5位の半導体ファウンドリ会社です。ファウンドリーとは半導体の組み立てをする会社のこと。ちなみに、ファウンドリーには、全工程を行う装置メーカーと材料メーカーが関係しています。そして、業界の世界ナンバーワンと言われているのが、あの有名な台湾の TSMC です。TSMC とは台湾はもちろん、米国や中国にも製造拠点を持つ世界最大級の半導体メーカーのこと。その創業者、張忠謀氏が、今年の3月に行われた台湾のある半導体行事に参加したとき、中国の半導体技術は台湾より5年から6年は遅れていると発言しました。また米国が中国に対して新たな輸出規制を実施したことについては、特に意見はない、むしろこのような方向性を支持していると言えると述べたようです。張氏の発言は中国の技術的な遅れを浮き彫りにしていると感じますね。このような世界ナンバーワンの TSMC が今の技術レベルに達したのは
2018年の4月以降のことです。中国でも半導体を作る技術はあるのですが、 TSMC には遠く及ばないのが現実のようで、これはアメリカ政府が中国にそれ以上の技術を習得できないようにアクセスを遮断してきたからなのです。実はアメリカ政府は2019年からファーウェイと中国の半導体のファウンドリーである SMIC をブラックリストに載せてずっと管理をしていました。そしてついにブラックリストに記載された企業との取引をすべて禁止してしまったのです。それを知った中国政府は慌てて半導体の国産化に動いたのですが、後の祭りとなってしまいました。その結果、台湾よりも技術は劣ってしまい、高性能な半導体を作り出すことはできなくなったのです。とはいえ、中国政府はこれまで黙ってその状況を見ていたわけではありませんでした。この10年、中国政府と企業による膨大な投資が行われてきたのです。昨年度も半導体の研究開発に対し約3兆2000億円の費用を捻出しています。この金額というのは Google の親会社となるアルファベット、メタ、マイクロソフトに次いでなんと世界第4位の投資規模となっているのです。これだけの費用をかけてこの10年間半導体の開発を行ってきました。それだけの費用を投じたのにもかかわらず、未だ半導体事業に関して満足のいく結果は出ていません。それでも中国政府は数年前には本気で半導体工場を作ろうとしていました。さまざまな企業に対して半導体の研究や工場の建築のため多額な資金を投資しました。ですがほぼ全ての企業が志半ばで断念する結果に、中には資金だけ受け取り逃げてしまうような悪質な会社も少なくなかったとか。中国政府の焦りからか、当局は大きな詐欺にあったようなものですね。今後中国はますますアメリカからの規制の締め付けにより半導体不足は悪化するはずです。きっと中国政府は諦めず積極的に半導体分野への投資を続けていくでしょう。しかしアメリカの制裁を受ける中、中国の半導体となるチャイナチップ製造の本格化を実現させるのは難しそうですね。さて、先ほども話しましたが、今回のファーウェイのスマホ問題が発覚したことで、アメリカ政府内では制裁をさらにさらに厳しくするべきだという声が大きくなってきているようです。米連邦議会下院中国特別委員会のマイク・ギャラガー委員長は声明で、ファーウェイの新型スマホはアメリカの技術なしには生産できなかったはずだと述べています。さらに制裁違反が行われた可能性があると強い発言を行うと同時に、アメリカの商務省は全ての技術輸出禁止が間違いなく行われているかを確認するべきであると指摘。またアメリカ連邦会員であり外交委員長のロバート・メネンデスは、米国は知的財産を堅守するために取り組んでいくと語っています。同時にサリバン国家安保補佐官は、アメリカの安全保障に焦点を当てた技術規制を継続していくと語っていました。アメリカの技術を使った半導体、中国は新しい技術を導入することが難しくなる今後、 5G 対応の半導体メモリーを中国が大量に確保することは非常に困難となります。当局が技術を盗むことが難しくなれば、経済的にも大きな打撃となりそうです。まさに因果応報、技術盗用を繰り返してきた中国がついに壁にぶつかったようですね。少し話を戻して、中国への半導体横流し疑惑が発覚した SK ハイニックスは未だ何が起きたのかを調査中なのだとか。今回の件が表面化したことで SK ハイニックスの株価は下落しました。これまでの同社の株価は業績悪化で下落を繰り返していたのですが、今回のことはかつてない大きな打撃となることでしょう。そして SK ハイニックスに限ったことではなく、韓国の基幹産業となっている半導体事業そのものもどこも厳しい経営状態に頭を抱えているようです。というのも同国の業界全体で過剰在庫になっている状態なんだとか。その要因は
アメリカと日本が韓国を外して台湾の半導体支援に力を入れているからです。アメリカが韓国を信用していないことが影響してるようですね。アメリカでは韓国から中国に半導体技術や情報が流出していると懸念していました。今まさにそのアメリカの心配が現実になろうとしています。このままでは韓国は米国を激怒させてしまうことになるかもしれませんね。まだ真相は不明ですが、韓国が中国に半導体を横流ししていたなどということが判明した際には、韓国はアメリカから強烈な制裁を受ける可能性も出てきました。SK ハイニックスへのペナルティにとどまらず、韓国の半導体を丸ごとアメリカが管理するような事態になりかねません。韓国の半導体企業は、脱中国に移行することが鈍かったこともあり、安全保障上の懸念点が出てきました。そのため、アメリカ政府から出るはずの補助金をもらうことも難しくなっているようです。現在韓国は、米国政府からの信用を取り戻し、補助金を受けるため、躍起になっているところなのだとか。ただ、一度壊れた国家間の信用というのは、そう簡単に戻るものではありません。韓国がアメリカからの信頼を取り戻す日は、かなり先になりそうですね。今回の報道について、多くのネットユーザーが反応しているようです。今回は、この中から抜粋していくつか紹介します。いちいち甘やかすような行動するから、裏でやらかすんですよ。こんなざまで、台湾有事の際の防波堤にはならないでしょうね。第三国経由で横流ししたのでしょう。C 国に行くとは知らなかったにだと言い逃れるに決まってますよ。フッ化水素の時といい、金のためには、国と国の取り決めさえ平気で破る、どうしようもない国民性の人間が多いんだなって改めて思う。いかがでしたか？以前韓国は、日本からの半導体素材を第三国に輸出したという疑惑がありました。今回とよく似た話ですよね。こんなことを繰り返していれば、疑われるのも仕方がないことです。半導体素材の横流し疑惑が判明した当時、日本が調査を要請すると、なんと韓国政府は逆切れしました。で、日本は、その後結局、韓国をホワイト国から除外したわけですね。現在の韓国はユン・ソンニョル政権で、当時のムン・ジェイン政権とは、日本に対する姿勢が大きく違っています。まだ、常識的な動きが期待できますが、さてどうなることでしょう。今回、SK ハイニックスの件に対して、韓国が誠実な調査をしなければ、今度はアメリカ政府からきつい制裁を受けることになるかもしれません。今後の動向を注視していきたいと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。